夜の大聖堂、トリーヤ大聖堂は、トリーヤの死教座聖堂で、ドイツ最古の大聖堂である。建造物の顕著な特色は、非常に、長い年月の間、様々な時代に、様々な様式で追加が行われてきたことにある。その中には、聖ヘレナの指示で置かれた古代ローマ時代のレンガでできた、中央の礼拝堂も含まれている。様々な様式の根性は、 後の時代の建築様式で修復された結果というよりも付け足されていった結果である。高さ112.5メートル、幅41メートルはトリーヤにある教会建築の中で最大である。1986年には他の遺跡群とともにトリーヤのローマ遺跡群、聖ペテロ大聖堂を、を聖母聖堂としてユネスコの世界遺産に登録された。建物は トリーヤがまだアウグスタテレベロルムと呼ばれていた古代ローマ時代の建造物の土台の上に建てられた。コンスタンティヌス帝が改修したことに続いてトリーヤ主教のマクシミヌスはこの第二のローマに壮麗な教会建造物群を建てることに力を尽くした。4世紀当時の建造物はフランク族によって廃墟になった後6世紀に再建された。しかし、 それも882年にノルマン人によって破壊された。10世紀末以降大聖堂は再び建て直された。西内人は大司教ポツポの時代に、東内人は大司教ヒリンの時代に、東側の戦闘は1893年に建造された。5つの対象形の区画になっている西側正面は、ザリエル朝時代のロマネスク様式の典型を留めている。 後人の半筒型と共に、生誕の聖火体積は1196年に完成したものである。ゴシック様式のボール塔を持つロマネスク様式の三つの神道は優れた内装で飾られている。礼拝堂にはイエスが40日の断食の間着用していた聖衣とされる聖衣物が収められている。中世ドイツにおいてこの聖衣製作とそれがトリリアにもたらされた経緯を 物語、文学作品、オレンデル、オレンドルが作られた。大司教エグベルトが一流の芸術家を集めて作った工房からは、見事な移動祭壇等が制作され、その一部は京都リーや大聖堂宝物館に所蔵されている。ありがとうございます。